日本の芸能ニュースチャンネルの親愛なる視聴者の皆さん、こんにちは。いつもご覧いただきありがとうございます。本日も盛りだくさんのニュースをお届けしますので、どうぞお楽しみください。それでは、早速本日のトピックスに移りましょう。最新のテレビドラマ、新月9日の始まりの 撮影現場で、スノーマンのメンバーである、メグロレンが豪華な差し入れを行い、話題となっています。メグロレンは、共演者やスタッフへの感謝の気持ちを込めて、特別な心遣いを実施しました。撮影現場に届けられた差し入れは、ファンや関係者にとっても、驚きと感動を呼びました。これには、大竹忍も、絶賛のコメントを寄せ、そのおしゃれさとともに、 メグロレンの優れた配慮に触れています。新月旧海の始まりは、物語の舞台設定やキャストの魅力に加えて、撮影現場での和やかな雰囲気が注目されています。特に、メグロレンの行動は、そのような雰囲気をさらに盛り上げ、一層の連帯感を生み出しました。大竹忍は、公開されたコメントで、メグロレンさんの素敵な心遣いに感激しました。 彼のオシャレな選択は現場全体にポジティブなエネルギーを与えてくれましたねと述べています。彼女の言葉はメグロレンのファンだけでなくドラマ制作に携わる人々にも強い共感を呼びました。スノーマンのメンバーとしての活動に加えてメグロレンは俳優としても幅広い才能を発揮し作品への献身を示しています。そのため彼の行動が注目され、 多くの支持を集めています。新月旧海の始まりの撮影は、メグロレインの差し入れを契機により充実した雰囲気で進行しています。これにより、作品のクオリティ向上に寄与していることが期待されています。今後も、メグロレインのようなポジティブなエネルギーが、ドラマ業界全体に良い影響を与え続ける、ことでしょう。彼の活動に対するファンの期待は高まり、 彼の未来の活躍がますます楽しみにされています。モデルプレスイコール2024年6月23日、女優の大竹忍が22日、自身のインスタグラムを更新。7月1日スタートのフジテレビ系、月9ドラマ、海の始まり毎週月曜夜9時初回30分拡大で、共演する、スノーマンの目黒連からの差し入れを披露した。大竹忍 メグロレンからの差し入れ紹介富士テレビの月9ドラマ、海の始まりの撮影現場では、日々ハードなスケジュールが続いていますが、主演のメグロレンからは、心遣いが嬉しい差し入れが届けられました。大竹さんが喜んで公開したのは、彩り豊かなお茶漬けセット。これには、様々なおかずが添えられ、トッピングされたご飯に、だし汁が注がれています。 メグロレン君の気配りに感激した大竹さんは撮影の疲れを癒すために胃に優しいものをというメグロ君の思いが伝わるお茶漬けを堪能した様子を SNS でシェアしましたおかずもたくさん入っていてトッピングされたご飯と出汁が絶妙で本当に美味しかったですとその美味しさについての感想を綴っています海の始まりの撮影が進む中で キャストスタッフの間には温かい絆が育まれているようです。メグロレン君のお茶漬けの差し入れが、その一端を物語っています。撮影現場の雰囲気も盛り上がり、作品への情熱も高まっています。映画界に新星が現れた。注目の新人女優、ラナちゃんが、人気俳優、メグロレインと共演し、その魅力がさらに輝きを増している。現在、二人は共に、 大ヒット作品、青春のかけらの撮影中だ。レン君とは初めての共演だけど、本当に優しくて一番大変なスケジュールをこなしているのに、全く嫌な顔一つせず撮影に臨んでいますと、ラナちゃんは目黒の人柄を絶賛する。若手ながらも、その演技力と人間性で、スタッフや共演者からも信頼されている。特に、ラナちゃんが演じる、 孫娘役の役どころでは、メグロとの息の合った演技が見どころだ。二人は、キャメラの前でもその化学反応を見せ、時には笑い合いながらもプロ意識を忘れない。撮影現場では、彼らの息の合った掛け合いが、作品に、新たな深みを加えている。私の孫娘役のラナちゃんと三人で、いろんなことでキャッキャ笑いながら、撮影は続いています。頑張るぞ、と、メグロは、 意気込んでいる。彼のポジティブなエネルギーが現場全体を引き締めていることは間違いない。青春のかけらは若者たちの成長と友情を描いたストーリーで感動と笑いを詰め込んだ作品だ。メグロとラナちゃんの熱演がこの映画に新たな息吹を与え観客を魅了するに違いない。これからも二人の活躍に目が離せない。 彼らのチームワークと才能が映画界に新たな風を吹き込んでくれることを期待したい。最近、人気ファッションマガジンの撮影現場では、ただ撮影するだけでなく、その裏側に隠された魅力的なエピソードが注目を集めています。スタッフとモデルたちが共に過ごす時間が、ファンにとっても興味深いものになっています。例えば、最近の撮影では、 現場に粋な差し入れが届けられたことが大きな話題となりました。めめめぐろと称されるその差し入れは見た目も華やかでありながらその味わいも格別だったようです。スタッフの一人がこんなに豪華で美味しい差し入れをいただけるなんて本当に嬉しい驚きでしたと振り返ります。撮影現場の一体感を高めると同時にクオリティの高いおもてなしに感激したとの声も 多数寄せられました。さらに、ファッションディレクターの大竹さんが、撮影裏話をファンに寄り添う形で紹介している、ことも好評です。彼の優しい人柄が、記事を読む人々にも伝わってくるようです。大竹さんが撮影の舞台裏を覗かせてくれる姿勢に、ファンとしては本当に感動しました。彼の語るエピソードには、心が温まる。 何かがありますというコメントも寄せられています。撮影現場に訪れたファンたちからも、おしゃれすぎる空間で、モデルたちがどんな風に撮影に臨んでいるのかが、垣間見えて、本当に興味深かったです。撮影現場での心遣いや雰囲気が、記事を通じて伝わってきて、ますます好きになりましたといった反応が寄せられています。このように、単なる撮影の裏話以上のものが、 ファッションマガジンの記事を通じて届けられています。撮影現場の一体感や、そこに関わる、人々の情熱が、読者たちにも伝わるような魅力的な記事が、これからも期待され。女優の大竹忍が22日、自身のインスタグラムを更新。7月1日スタートのフジテレビ系、月9ドラマ、海の始まり毎週月曜夜9時初回30分拡大で、共演する。 スノーマンのメグロレンからの差し入れを披露した。大竹しのぶ、メグロレンからの差し入れ紹介。1日から始まるフジテレビが月9ドラマ、海の始まりの撮影の日々。かなりハードなスケジュールですが、主演のメグロレンから、疲れているから胃に優しいものをと、こんな豪華な、お茶漬けの差し入れが、と、メグロから送られた彩り豊かな差し入れを公開した、大竹。 おかずもたくさんあって、トッピングをしたご飯にだし汁を注いで食べる、お茶漬け。本当に美味しかった、ああと感想を綴った。また、レン君とは、初めての共演だけど、本当に優しくて、一番大変なスケジュールを、こなしているのに、全く嫌な顔一つせず撮影に臨んでいますと、目黒の人柄を絶賛。私の孫娘役のラナちゃんと三人で、 いろんなことでキャッキャ笑いながら、撮影は続いています。頑張るぞと、意気込んでいる。この投稿に、ネット上では、撮影の裏話が聞けて嬉しい。粋な差し入れに痺れた、めちゃくちゃ豪華で美味しそう。おしゃれすぎる。メメメグロの素敵な心遣いが垣間見えるし、こんな風に紹介してくれる大竹さんも、優しすぎる。撮影裏話に心が温まりましたなど反響が、寄せられている。